千葉科学大学は千葉県銚子市潮見町3番地に本部を置く日本の私立大学である2004年に設置された大学の略称は CIS。千葉科学大学マリーナキャンパス2013年5月18日休日賞の官僚時代に岡山県副知事を務めたおり、加計学園を知った野平忠邦が銚子市長選に立候補する際に 大学誘致を公約したのが始まりである。この経緯から、加計学園によって設立された岡山理科大学、倉敷芸術科学大学の姉妹校である。調子市が敷地の約80%に当たる約9.8ヘクタールを学園に無償対応し、約92.15億円を助成金として、負担して薬学部と危機管理学部の2学部で構成する。 千葉理科大学を開設することになり、2003年3月12日に、調子師と加計学園の間で開設協定書に調印した。それを受けて、同年4月27日に千葉理科大学として、開学申請を行い、同年8月31日に寄稿式を行って、キャンパスの工事に着手。同年10月15日に名称を千葉科学大学へ変更し、 同年11月21日に設置が認可されたが、調子市からの巨額の助成金支給を前提とした大学開設に市民につけを回すことになるなどとする反対論が起きて、調子市議会は紛糾し、慎重な市民らは同年5月27日に市民の会を結成して、同年7月に本学の改革計画の是非をめぐる住民投票を目指す運動を開始。 同年12月17日、助成金の返還などを求める企業や市民などが、千葉地方裁判所に本学の招致をめぐり、調子市長を相手取って、訴訟を提起した。2004年3月17日に、加計学園は、調子市の助成金減額にも応じることを表明して、同年4月に千葉科学大学を開学させた。同年四月十八日に、長子市は、 約22億円の助成金減額を申し入れ、掛け学園も約14.65億円の助成金減額にも応じ、最終的に長子市の建設助成金は約77.5億円になった。開学翌年の2005年5月にはマリーナキャンパスの開設式典を行って、キャンパスを拡張した。2006年7月21日に千葉地方裁判所は、 本学の招致をめぐる、調子市長への助成金の返還請求を却下する判決を下している。なお、調子市が当初見込んだ経済効果、年間69億円は2013年に公表したデータで年間約23億円に止まる一方で、調子市の千葉科学大学への補助金支払いのための借金利子を含めた返済額は84億円に上っている。調子市長、 越川新一は人口減少のペースが緩やかになったとしつつも大学の卒業後に働ける場所が少ないので人口の増加にはつながらなかったと総括している。2014年には第三学部として看護学部看護学科を開設することになった。2015年度の進度状況は薬学部卒業82名中就職者51名、進学者8名、 その他23名、危機管理学部卒業237名中、就職者169名、進学者15名、その他50名。掛け学園グループを参照2011年3月に起きた東日本大震災時に、学生サークルの学生消防隊及び、スターラビッツが、調子資金林の千葉県旭市伊岡地区で、ボランティア活動を行った。ありがとうございます。